ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。そして今回から多分初登場になっちゃいます。そうですね、はい、初登場です。福田くんでございます。よろしくお願いいたします。で前回もちょっとお話ししたんですけど、新生ボンドカーズ東京の動画は福田池田コンビで、ちょっと名前がややこしいんですけど、はいはい、両方とも車超好きな若者2人で、ちょっと交互でお伝えしますので、はいはい、そしてですね、実は福田君あのこの動画を撮る前にも動画を撮ってるんですけど、実はそうですね、ちょっと別の動画ですね、はいはい、ちょっとあの編集とアップの関係で多分こっちが先になっちゃう。そうですね、はい、というわけで皆様ちょっと初めましてになるんですけども、はい、ちょっとこのコンビで今回はお伝えしたいと思います、はい、そして今回ご紹介する車がアルピナ B7、はい、2018年式、まあ、走行距離が4600キロの車ですね、はい、そして最初からちょっとあのハードル高すぎやしませんか。ちょっとそうですね、はい、アルピナ B7 のレベルがかなりちょっと7シリーズだけでもこう紹介するにはこうかなり濃い内容だと思うんですけど、難易度高めで、さらにそこで今回 B7 ということで、はい、ちょっとあのなかなかこう全部紹介するって難しいんで、はい、まあ、おおよそはこう一緒に見るっていう動画で、はいはい、お届けしたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、それじゃあ前からちょっと見ていきましょうか、はい、エクステリアから、まあ、基本的にはいろんなあのちょっと衣装が変わってる。そうですね、はい、まあ、7シリーズ、まあ、今方の、前期モデル、はいはい、のなんだっけ、エクスクルーシブじゃないですか。エクスクルーシブですね。元のバンパーがエクスクルーシブで、はい、それに加えて、まあ、リップの方がアルピナ製のものがついてて、あとは、まあ、この辺が、まあ、グロスブラックになってる感じですね。ベースのそのエクスクルーシブがちょっとこうさらにこう洗練されたというか。そうですね、はい、アルピナらしくなっているっていう感じですね、はい、この辺ですね。であとこのリップがやっぱりついてるついてないで、そうですね、かなりまあ印象変わってきますよね、はい、そしてあとアルピナといえばこのロゴと横のデコラインですけれども、はい、そうですね、これがなんかオプションでありなし、はい、選べる、ありもシルバーとゴールド、はい、選べるってことなんですけど、今回のはシルバーのデコラインとシルバーロゴで入ってると、はい、であとは今回プチカスタムもしてあるってことで。そうですね、はい、はい、まあ、特別に、まあ、この辺も、まあ、ボディ同色であったりだとナンバーのベースの方もボディ同色、ここも塗ってるのね。そうですね、なるほど、はい、確かに。でもこれアルピナとかに限らず、はい、ちょっとあの高級感ある車はぜひノーマルでも塗りたい。そうですね、ここだけなんか樹脂のパーツであったりっていうのとちょっと、まあ、ちょっとチープな感じが出ちゃうんで、そうですね、はい、まあ、今回のはボディ同色で塗ってると。でさっきからボディ同色で塗ってますねって言ってるんですけど、もう大体ボディの色が様子がおかしいです。はい、はい、まあ、この車のボディ色はまあ普通まあアルピナブルーで、まあ思う方いますけど、まあ、こちらの車はエストリルブルーというまあ特別色ですね、はい、まあ、普通のアルピナブルーよりもまあ若干なんか薄い色だったり。でこれが調べたらなんか36時代の M スポーツとか、そうです、ね、あの M3 とかで割と定番だったボディカラー、ちょっと見る人が見てるとちょっと懐かしいというか、はいはい、そうですね、はい、ちょっとしっくりくる色、はいはい、これあえて緑とかあのアルピナブルー の, あのちょっと濃いめのブルーを選ばないところが、はい、ちょっと同じアルピナノリが周りにいてもちょっと被らない、ね、はい、実際に見ていただくとかなりまあ綺麗な色で、はい、ちょっとかなり明るめの。そうですね、はい、メタリックも入ってて、はい、明るめの。これはかなり目立っちゃいますね。かなり目立ちますね。そしてあと横に回っていくと、はい、今回はこれオプションですかね。そうですね、はい、オプションの21インチのクラシックホイールが入ってます。標準が20インチ。そうですね、はい、標準が20インチで、はい、こちらはオプションの21インチのクラシックホイールですね。ボルトホールが出るタイプの方の。そうですね、はい、あとはブレーキはフロントが395倍。はい、はい、大きいです。この辺は750とそのまま同じものが、キャリパーがちょっと色が変わったりとか、はい、そうですね、はい、アルピナのロゴが入っててっていう。もともとなんかレースでめちゃめちゃこう実績を残した、はい、アルピナ、はい、そうみたいですね、ブランドなんで、はい、まあ、ちょっとそのレーシングなイメージがある人も結構多分いると思うんですけど、はい、まあ、意外にというかこう超ラグジュアリーな、はいはい、足回りという。あとまあもちろんタイヤはまあミシュランのパイロットスポーツ。これが普通の7シリーズだと結構ランクラット入ってるのなんかも。そうですね、はい、はい、多いですね、はい、それが普通の、ラジアルタイヤになってるんで、はい、なんかマイナス1本につき 2.5 キロぐらい軽くなってるらしいです。あ、そうなんですか。軽くなってるらしいです。
。ああ、そうなんですか、はい、なんでその辺運動性能も、まあ、抜群に上がって、うん、はいはい、で当然足回りも専用のチューニングがなされてて、そうですね、はい、アルピナのめちゃくちゃ乗り心地がいいと噂なんですけど、めちゃくちゃいいですね、はい、乗り心地。ただ残念ながら今回はちょっと諸事情により試乗はできないんですけども、そうですね、はい、はい、試乗のインプレッションはちょっと、はい、ぜひ購入した方は超絶乗り心地のいい、はい、乗り心地を楽しんでいただけるんじゃないかと思います。そしてあとは、まあ、定番のこのデコラインが後ろまでつながってて、はい、そうですね、これがこのピンスト の, あ の, この細いステッカーなのに値段がめちゃめちゃ高いという、はい、おっしゃる通りですだからこれ洗車とかでやっつけちゃったりとか、はい、ちょっと剥がれちゃったなんていうと、そうですね、また貼り直しっていうわけにも多分いかないと思うんで、多分貼り直すにしても全部なんでね、はい、前だけとかでないんで、まあ、とてつもない費用がかかってしまうという。であとは結構オプションで窓枠が黒くなったりとか、ね、はい、こちらの方もシャドーラインで、まあ、モールの方がブラックになっているっていうオプションがまあ入ってます。もう基本的にこう7シリーズを全て作り変えているような、そうですね、車ですけれども、ね、はい、まあ、全く別物ですよね、やっぱり。意外にその窓枠だったりとかちょっとしたオプションなんかもあったりとか、はいはい、今回はそんな仕様になっているみたい で今回プラスしてドアの取っ手だったりもラッピングで黒くなってたりとか、はい、はい、まあ、細かいメッキ類なんかもブラックアウトしてちょっと引き締まったデザインになってた。そうですね、はい、であとオプションで言うと、クライメートコンフォートガラス、はいはい、この辺なんかも入ってて、これがガラスとガラスの内側に金属が定着してあって、はい、そうですね、はい、赤外線だったりを防いでくれる、はいはい、まあ、結構いわゆる高級車定番のガラス、電波通さないやつ、そうですね、はいはい、まあ、それも、オプションで全部入ってみたいです、はい、でピラーのここには B7 のロゴも入ってたりとか、はい、だちょっとこれやっぱりさりげないのが、うんうん、いいかなと。おしゃれですね、はい、ちょっと車好きじゃないとあれ普通に7シリーズかなっていう、うん、と思わせといて全く普通じゃないという全く別物で、はい、だって車が新車がベース価格で2450万ぐらい、2500万ちょっと届かないぐらい、そうですね、はい、でオプション足していくと、だいたいこの車だと、まあ、2700500とか、内容によっては3000近く、そうですね、はい、もうスーパーカーが買えます、はいはい、そこをあえてのこの7シリーズ買うっていうのはものすごく贅沢だし、はい、やっぱりその分いろいろエンジンだったり足回りだったり内装だったりとか、うん、もうほぼほぼ全部作り変えて、そうです、ね、手作りに近いものになってますから、はい、あとまあオプションだと、まあ、ガラスが、はいはい、サンプロテクションガラスというものが、まあ、リアと、サイドと、まあ、多分ルーフの方も、はい、入ってて、しっかり入っているみたいです。そして後ろのホイールは21インチになっても幅は変わらず、はいはい、295ということで、そしてブレーキのローターも370杯かな、非常に大きなものが、はい、装着されてございます。そして後ろもうちょっとこの触ってるというか、そうですね、はいはい、こちらの方も、まあ、エンブレム等が、まあ、ボディの同色の方にで、ここ黒くしてるんですね。だとエンブレムなんかもボディ同色で、はい、ここはちょっと前オーナーさんのセンスにちょっと僕ごときが口出して大変申し訳ないですけどノーマルに戻したしちょっと個性的すぎるかなそうですね、はい、まあ、ボディ同色で、はい、ちょっとあとボディも結構こうボディから特徴的なところがあるんで、はい、まあ、この辺なんか僕としてはそしてこれあるんですよね、ノーマルパーツが、はい、ございます、はいはい、なんで、まあ、グリル含め、そうですね、まあ、現状復帰ができる、はい、まあ、お声掛けいただければご相談ください、はい、そしてあとは特徴的な部分でいうとこのリアのスカートの部分ですね。そうですね、はい、スカートの部分が、まあ、アルピナのもの、まあ、マフラーも、はい、4本出し、はい、でちょっとこう全体的にラグジュアリーな雰囲気ですけど、ちゃんとこう中はただもんじゃないんだぞっていうのがう、ね、マフラーのエンドからも見てる、はい、でこれエンジンルームで紹介しますけど、びっくり600馬力オーバーという、はい、ちょっともうクレイジーな車なんですよね、はい、であとはこのトランクスポイラーなんかもこれ専用のですかね。そうですね、はい、こんなのがついてると、いやだから本当になんかちょっと車の作り方がうまいというか、もう本当に上品、大人、はい、大人ですね。そうですね、はい、もうこれを選べる人ってこうただものじゃない感じがしますはい、内装です。次は、はい、内装は僕主に外装よりかもハードルが高い気がするんですよ。そうですね、はい、ハードルは高いですね、はい、ちょっと全部紹介するのは無理なんで、はい、まあ、なんとなくみんなで見るっていう。そうですね、はい、それボンド東京なんか面白そうな車が入ってんなっていうのが伝われば、はい、まあ、今回よしとしようかなと思います。そうですね、はい、ちょっと見ていきましょうか、はいはい、
内装がまたちょっとこうところどころ変わってて、そうですね、はい、ところどころ変わってます。まあ、一番あのポイントとしてはやっぱりステアリング、そうですね、はい、ラバニラレーサー、超高級レーサー、そうですね、はい、高級レーサー、これが触るともうちょっとこう触り心地が超しっとり、はい、そして特徴的な部分というとこのスイッチトロニック、はい、はい、パドルじゃなくてボタンになっているという、はい、これがなんかオプションであの選べばパドルにすることもできるらしいです、はいはい、でこのステアリングに使われている超高級ラバニラレザーを、はい、まあ、オプションで200万円ぐらい払うと、まあ、他のところにも持ってくることもできるらしいです、はい、まあ、今回のは標準のスタンダードな感じの、はい、ただパネルとかしっかりこの、そうですね、はい、ピアノブラックのがインテリアトリム、はい、ちょっと高級感がやっぱり黒に似合いますね、はい、かっこいいですね、はい、締まってます、はい、そしてあとはマットなんかも専用のものだったりとか、はい、マットが全く使用感ないんですけどそうですね、はい、今回のは距離薄ということと、はい、あとはもともと別のが引いてあったっていう、そうですね、はい、ブルーの、はい、フラマットが引かれてまして、なので今回はもう ほぼ未使用って言って、そうですね、はい、パソコンじゃないんじゃないでしょうか、はい、であとはこうスカフプレートなんかも専用のものになっております、はい、あとまあパネル類でいうと、まあ、セラミックフィニッシュですね、はいはいはい、ちょっとこのマットシルバー仕上げの、そうですね、はい、これがオプションのものが入ってるそうです、はいはい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、もうちょっとこれはあの雰囲気が伝われば本当にいいかなと思います、そうですね、はい、うわちょっとね自分でこれすごい最高級なんですよと言っときながらやっぱり触るとめっちゃいい、はい、そうですね、もうなんだろうこの超スベスベでこうしっとり、そしてこのステッチも、はい、あそうですね、やっぱり、はい、クロスしてないのね、はい、あこれクロスしてるけどこうバッテンになってる方は黒いから見えない、でこの縦の糸だけ緑と青になってる、はいはいはい、こだわりを感じますね、ここは、はい、そしてエアバッグの真ん中もこのアルビナマークになってるという、はい、この創業の元にもなったキャブレターと、キャブレターと、はい、あとクランクシャフト、はいはい、これ恥ずかしながら僕クランクシャフトじゃなくてあのサスペンションだと思ってました、なるほど、似てます、はい、これはなんか1960年ぐらいにもともとタイプライター作ってた時代に、はい、なんかそのキャブレーター作って、はい、それがなんかアルピナシステムとか言ってめちゃくちゃ評判よくって、で BM の人にも話が行って、まあ、レースで使われてっていうのが最初らしいです、はい、でそれがなんか赤が情熱で、で青がなんだっけな忘れました、はい、なんか意味合いがあるんですよね、ちょっとこんな BM のマークっぽいんですけどちょっとこのかっこいい、でこれがこの流れでこのメーターですよ、はい、液晶のもうなんか特別な車に乗ってんなっていうのが、はい、感じ取れます、アルピナ B7 ビターボのロゴが入った、で、まあ、表示関係に関してはかけちゃいましたけどこんな感じで、まあ、ベースのものに関してはもう7シリーズと一緒、はい、まあ、ちょっとそのロゴだったりだとかちょっとその辺が少し変わっております、はい、そしてあとこの辺もナビ、クライメート関係も、まあ、ちょっとこれ7シリーズと共通だと思いますのでちょっと省いちゃいましょう、はいはい、ただもうベースが7ですから、はいはい、もうシートヒーターはついてるわ、ベンチレーションはついてるわ、そうですね、はいはい、もう至れり尽くせりでございます、でやっぱりこのパネルの高級感すごいね、そうですね、このセラミックフィニッシュっていうのかなりかっこいいですし、ちょっとこんな感じになっております、はい、そしてシフトと、はい、アイドライブのこれもなんか黒くなってる、そうですね、はい、はい、変わってたりします、でここにシリアルとあと創業者の名前が入ってる、はい、でこのちょっと立体的な、そうですね、バッジが、はい、こんな感じになっております、そして、まあ、一応この辺見ておきましょうか、まあ、この辺も7シリーズと一緒なんで変わらずですけれども、ね、はい、あとまあこちらの方で多分あの、はい、ディスプレイ機の充電とか、あなるほど、はい、こんなのもついてますと、はい、であとはピラー関係に関しては黒の、はい、そうですね、はい、アルカンターラの、はい、まあ、こちらも一応オプションで、はいはい、パッケージオプションのものがさすがちょっとアルピナこう全部作り直してるのにちゃんと BM の保証が受けられるというそうです、ね、我々こうちょっとカスタマイズしてる人間からするとちょっと脅威の、はいはい、こうメーカーとの近さを感じますないよね、ないですね、なかなか、はい、ブラバスですらちょっとその本国でその入れるディーラーと入れないディーラーがあるって言ってました、ああそうなんですか、確かそうだよね、はい、ただもうアルピナに関してはもうほぼ
BMW と一体というか、はいはい、ちょっとその辺やっぱり車の作り一つとってもちょっと本当に純正ライクというか、そうですね、はいはい、まあ、かなりしっかりしてるなっていう印象を受けます、はい、であとはもう他の部分に関しては言うことないです。はい、はい、もうペダルもこんな感じで、はい、もう7シリーズですからね、はい、もう完璧です、はい、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、でかいロングなんで、そしてあの7シリーズでもちゃんとこの窓のこのホフマイスターキング、うん、クイックイがこう出っ張ってて、こう乗りづらくてぶつかっちゃってもやっぱりBM としてはここ大事なところです。そして後ろの席もう広い、広いですね。これはもう7シリーズのレビューなのかアルピナレビューなのか分からないですけど、はい、ちょっとさすがの広さ、はい、じゃあ福田レビューをお願いしていいでしょうか、はい、福田君身長いくつですか。僕が180センチ。でかい、ね、まあ、そんなでかい福田君が乗っても、はい、ありますけど拳3個分ぐらいあって、もう下手したら足組めるぐらいの、まあ、そうですね、はい、もうルーフの方も余裕があってかなり広々した内装ですね。でなんかクッションもすごく柔らかそうな、そうですね、はい、しっかりして、背中もはい、でこうバッテンでこうダイヤモンドステッチが入ってると、はい、それがなんかこう沈み込むというか、そうです、ね、クッション性が高くなってる一因かなと、はい、でまあリアシートももちろんその、まあ、ベンチレーションと、はい、まあ、シートヒーターの方も、はい、ついてます。当然の4ゾーン、そうですね、はいはい、4ゾーンエアコンでブラインドもついてて、はい、はい、でリアのベンチレーションがオプションですね、はい、この車は、はい、まあ、それに加えてあとリラクゼーション機能も、はいはい、ついています。でオプションのオイニーのはい、やつもついてますね。エアバランスですね、はい、あのアロマの匂いが室内に香る、はい、オプションの方も、まあ、パッケージオプションでついています。もうなんか全部ついててどこを紹介してるか分かりません。そうですね、スピーカー、はい、ハーマンカードも当然標準です。そうですね、こちらの方標準ですね、はい、はい、まあ、操作類もちゃんと右左、左から右両方全部できるようになってたりとか、 そうですね、はい、まあ、その辺に照明がついてたりとか、はい、もうこの辺も言うことないんじゃないでしょうか。で、まあ、もちろんあのリアのエンターテインメントシステムもこちらの方、はい、オプションに入っています。これちょっと価格動画なんで変更があるんで、はい、価格はちょっと直接は言えないですけど、そうですね、これほぼ半額じゃないですか。そうです、ね、すごくない、ほぼほぼ、はい、このなんかこう贅沢さがもう新車から半額で市場に出てるっていうのは、はい、そうですね、ちょっと4600キロでまだまだこれからって感じの車で、もうほぼ新古車みたいなコンディションの車が、ね、はい、これだけこだわりの詰まった車がその価格っていうのはちょっとかなり、はい、僕はお買い得だと思ってしまいます。そうですね、はいはい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、この辺はベースの750と一緒なんで、ね、はいはい、足で開けるやつもしっかりついてたりとか、はい、もうこの怒涛の広さのトランクだったりとか、はい、ゴルフバッグどれぐらい入りそうですかね。結構もう重ねればかなり人数分入っちゃいそうな、はい、そんな勢いですけども、うん、あと注目したいのはやっぱりこのマットとこの車検証入れじゃないでしょうか。そうですね、ここもなんか、はい、ちょっとチューナーらしい丁寧な仕事を感じます。これだってかなりこういいレザー使ってますよ。このかなり財布にできそうなレザーですね。いやいや本当にそのレベル。触り心地がバッチもしっかり入っててレザーもこのしっとりの、うん、そしてちょっとこのクッション性のあるインナーが入った、ね、はい、こんな感じので、しかもこの2色、こういうとこ見ると本当にいいレザー使ってるなっていうのが、はい、分かるという、はい、こんなのももちろんついてきます、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンルームこそそうですね、はい、4.4 リッターの V8 ターボエンジンが、はい、BM 定番の N63、はい、まあ、要はいろんな、まあ、ビッグセダンとか大型 SV に積まれている 4.4 リットルを、はい、全部アルピナでチューニングしてる、はい、でそれがなんかいろいろ僕調べたら、さすがにこう作った車 BMW の工場で作った車をアルピナに持ってって全部やってるんじゃなくて、はい、もう今はなんかそのアルピナチューニングのエンジンを BM に送って、はい、BM で搭載して
それをこうアルピナの工場に持ってきて、はい、まあ、いろいろやり直してみたいです。だ積むのは一応 BMW の工場で積んでるっていうのをあの海外の読み物ですけど、書いてありました、はい、だちょっとまたこの M エンジンとちょっと違う、うん、S63、はい、N63 が、まあ、標準の 4.4 リッター、S63 が、M5 とかに積んでる、はい、いわゆる M チューニングされた、はい、それとまた違う、まあ、チューニングされた、はい、だからちょっと見るといろんなところが違ったりとかレイアウトとか、はい、だとしっかりアルピナのエンブレム入ってた、はい、だと有名な話でいくとちょっとここ映せませんけど、はい、あの車体番号が消されて新しいものが打ち直されてると、はい、でもともとアルピナ自体がなんかそのドイツの運輸省かなんかでなんか自動車メーカーを名乗る権利をちゃんと受けてるんですよね、はい、だからもう一チューニングメーカーじゃなくて、はい、もう自動車メーカーっていう。なるほどなるほど。まあ、結構そのブラバスとかテックアートなんかもいろいろそういうあの許可持ってたりするらしいんですけど、まあしっかりアルピナもはいやってこれだけ BM と近い距離で車を作ってやってるという。はい、これはちょっと乗ってみたかったんですけど。そうですね、はい、じゃまたの機会ということで。もう608馬力も、そうですね、608馬力よ。すごいですよね。しかも後輪駆動の FR なんで。そうですね。噂によるともうホイールスピン普通にしちゃうみたいな。ちょっとそんな車なんで乗ってみたかったんですけど、今回はちょっと、ね、はい、あの試乗なしなんで、まあ、ぜひ次オーナーになられる方は全力で楽しんでいただきたいと思います、はい、続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。というわけで今回はアルピナ B7 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。